それでは準備が整いましたので発表に移ります。発表番号 C の2番、滋賀県立彦根工業高等学校産学館が連携した学び、非認知能力の向上を目指して。発表者は3年田中光大さん、3年北村とわさん、2年北村和樹さんです。それでは滋賀県立彦根工業高等学校の皆さん、よろしくお願いします。これから本校での取り組みを発表を始めます。よろしくお願いします。彦根工業は各科それぞれマイスターハイスクール授業を取り組んでいますが、今日は私たちが取り組んできた6つの内容についてお話しします。まずは私、北村が取り組んできた活動についてお話します。まずはマイスター防災キャンプです。これは学校の体育館を避難所に建て、1泊2日で訓練やコミュニケーション向上を担って行ったものです。キャンプでは初めに彦根市の危機管理課の方が講義を張り、実際に設営や運営の訓練を行いました。実際に学校が避難所であることを考えたら非常に気が引き締まりました。夜には防災食体験をしたり、講師の方に来ていただきコミュニケーション向上研修を受けました。違う科や学年との交流ができ、とても良い思い出になりました。また本当に災害が起きると自分に一体何ができるか深く考えることができました。今年12月にも3回目のキャンプが開催されます。先生からは3年生がリーダーとして活躍してほしいと言われましたので、今までの経験を発揮できるように頑張りたいと思っています。次は企業や大学と連携して行ってきたカンパニーについてお話します。私はカーボンニュートラルになるという活動を3年間行ってきました。これは夕暮れなを介したエネルギー循環を学ぶ活動です。私は環境問題に興味があり参加しました。滋賀県立大学の先生から講義が始まり、バイオディーゼルを生成を生み出して株式会社夕暮れな様から提供された夕暮れな粉末を使用し、それを肥料として種子植物を栽培する活動を行ってきました。その活動からバイオプラスチック素材の開発と製造過程についてお話します。育てた菜の花から油を絞った残砂の利用方法を考えていると、バイオプラスチックの原料として利用できないかと考えました。そこで株式会社バイオマスレジンホーリング様に油を絞った残砂の配合したバイオプラスチックの製造を依頼し、残砂を 10% 配合した菜の花レジンペレットが完成しました。菜の花レジンペレットは県工業試験場の設備を借用し、厚さ 0.3 ミリのプレートに加工しました。プレートは取り組みを多くの方に知ってもらうためにネームプレートに加工し、関係機関の皆様に贈呈することにしました。このような工程でネームプレートは製作しました。ネームプレートは200名以上の方に贈呈し、多くの方に取り組みを知ってもらえたかと思います。昨年9月に滋賀県庁を訪問し、活動の紹介や知事・副知事のネームプレートを贈呈しました。お渡ししたネームプレートは知事から滋賀県ふるさと観光大使の西川貴教さんにお渡ししていただきました。その後知事から本校に来られ、カーボンニュートラルの取り組みについて聞いていただくことができました。贈呈した多くの方から感謝の言葉をいただくとは自分自身思いもありませんでした。現在この取り組みが広がり、菜の花レジンペレットのプレートに偉人の名言をリンクしたものが県のふるさと納税の返礼品になったり、後輩がプレートで100人称を製造し各地で展示をしたり、学校を代表する作品が生まれたと思っています。現在は卵の殻を原材料にしたバイオプラスチックの製品を開発中です。活動を通して自分たちの取り組みがさまざまなメディアの取材を受けたり、企業の紹介されるとは思いもありませんでした。
工業高校は将来エネルギー消費の高い産業界に進む生徒が数多くいます。その中で環境問題に取り組んでいる生徒がいることを知っていただけると嬉しく思います。私はこの取り組みを通して興味がある分野に自ら突き進む力が身についたと思っています。また一番感じていることは、努力することで周囲の方々が助けてくださるようになったことです。特にカーボンニュートラルの取り組みは大学企業の助けがないと成立しませんでした。以上で私からの報告は終わります。2年機械科北村和樹です。私からはまず1年生の学校設定科目オーミンマイスターについてお話しします。この授業は1年生全員が SDGs や MLGs を学習したり、企業や大学を訪問することで自分たちの未来を考える授業です。企業見学では希望に応じて14社の企業を訪問し、滋賀県立大学ではカーボンニュートラルの取り組みについて学びました。先輩方の活動に通じるものがあり、私もバイオプラスチック製品に興味が湧きました。その後、先ほどの写真にもありましたが、バイオプラスチックで100人種を制作することになりました。そのバイオプラスチックの活動を通じて先生から留学の話をもらい、3週間のドイツ留学に挑戦することになりました。バイオプラスチック製品の紹介や企業インターンシップをするプランを先生と一緒に考え、飛び立て留学ジャパンに応募しました。私が選考を通ったことで本校独自にもう一人留学に参加することになりました。これが留学3週間の主なトピックスです。最初の週は現地に留学されている大学生の方とインターンシップ先の企業に関わる歴史学習やボランティア活動を行ったり、留学生の方が在籍されている大学を案内していただきました。ドイツの魅力や留学の苦労話などを聞くことができてよかったです。2週目はインターンシップに取り組みました。5日間の内容は次のようになります。最初の2日は開発部での研修、3日目はトレーニング施設での研修、最後の2日は実際の業務に関わる内容で研修を行いました。この中から3日目の現地の職業訓練学校の生徒の皆さんとの研修についてお話しします。ドイツは高校生の年代から1週間の多くを企業で学習するデュアルシステムがあり、ヤンマーコンパクトジャーマニーにも週4日、職業訓練に来られている学生の方がおられました。その日は職業訓練の学生さんに教わりながら、工作機械についてやドイツの職業訓練制度について学びました。社員の皆さんは18歳と19歳の方で、卒業試験を控えている時期でした。私と同世代で工作機械を使いこなす姿はとてもかっこよく映りました。最終週では100人種プレートを大学に展示させていただきました。学生の方に拙い英語で説明するととても真剣に話を聞いてもらえ、とても良い経験になりました。中には購入したいと言ってくださる方もおられ、私たちの取り組みが評価してもらえたと思います。また滞在していたアウクスブルク市にも活動を紹介し、バイオプラスチックのプレートを贈呈しました。最後に現地の職業訓練学校を訪問し、先生に学校について説明していただきました。ドイツでは高度な職業人を育成するために入学前に研修する企業を決め、その企業で用いられる技術に関する研修を行う職業訓練学校に入学する制度があるということが分かりました。実習設備もその企業から提供を受けたものが多く、フライトシミュレーターなど高価そうな設備が多くありました。私はマイスターハイスクール授業を通じて物事に挑戦する度胸がついたと思います。また留学を経験し、違いを認める考え方や住んでいる地域だけが世界ではないことが分かりました。何よりやり遂げる達成感が次の原動力につながっています。
以上で私からの報告を終わります。3年機械科田中光大です。ブラッシュアップは従来の授業より高度な内容で行っています。外部講師の方に来ていただき、専門の技を学ぶことに特化した内容であります。これは各科と選択授業、英語でのブラッシュアップの内容です。私が学んでいる機械科でのブラッシュアップについてお話しします。機械科では2つの検定合格に向けた取り組みを行いました。まずは旋盤技能検定受講のために近江の名工を受賞されたヤンマーパワーテクノロジー社の方に来ていただき、安全指導を含め会社で養われた技能を教えていただきました。次に機械検査の指導に大学の先生が来てくださいました。測定理論から丁寧に教えていただき、今まで何気なく使っていた測定器に対しての扱い方に変化が生まれました。2つの検定合格に対して外部講師の方に来ていただいたことは、単に検定合格だけでなく企業に入ってからのイメージ作りや検定合格に向けて取り組む姿勢などが身につきました。次に現在行っているプログレスについてです。ブラッシュアップの選択肢は3年生になるとプログレス実習になります。プログレス実習は3つの内容に分かれます。その中から2つの外部での実習についてお話しします。まず広大連携での大学版デュアルシステムです。機械科7名が週に1回大学で 3D プリンターについて学んでいます。私は参加していませんが、友人から話を聞くととても楽しそうな取り組みだと思いました。次に私が行っている企業版デュアルシステムです。私たち7名も週に1日企業で実習をさせています。本校の産業実務科教員の先生が地元産業のバルブ会社にお勤めということもあり、地元彦根市のバルブ会社4社がデュアルシステムに協力してくださいました。4月から新入社員教育を受けたり、製造科での業務体験をしました。現在は既存部品のコストダウンに携わる研究を企業の方にアドバイスをいただきながら行っています。学校から離れて実習することは不安がありましたが、ぜひ挑戦してみたいと思い挑戦しました。自分は工業大学に進学するつもりですが、卒業してからのイメージもつくようになりました。私がマイスターハイスクール授業で校内では学べないことを知れたり、企業の当たり前を知ることができました。そして地元の魅力も知り、将来について深く考えたりすることもできました。この授業を多くの方に知ってもらい、より発展した取り組みになることをで私たちが卒業しても誇れる彦根工業高校になり続けてほしいと思いました。これで私たちの発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。